あの舞台から3ヶ月が経ちました。今までに味わったことないその歓声で、まあ、なんて言うんだろう、自分のモチベーションがすごく上がって、やっぱり甲子園であの投げた時間はかけがえのない時間でした。只見高校は只見町唯一の高校。冬には3メートル以上の積雪があり、野球部はその間グラウンドでの練習ができません。それでも去年秋の県大会ではベスト8。その功績が評価され、初めて選抜に出場し、甲子園の土を踏みました。夢にも見なかったあの甲子園のマウンドに、その1回初回から立って7回まで投げれたので、そのピッチャーとして一番大きな経験をして。甲子園のマウンドに先発として上がった酒井春久選手です。酒井選手は岐阜代表の大垣日大相手に7回まで4失点と力投を見せました。その後、甲子園に出場した高校として迎えた春の県大会。しかし初戦の東日本国際大学附属昌平戦で敗れ、初戦敗退。酒井選手は8回4失点でした。意識の方は高くなってますが、決してあの力のあるチームじゃないん で、そこを謙虚に受け止めて、日々練習してます、はい。しかし長谷川監督は甲子園に立ったことによる成長も感じています。まあ、守りの方で、なんとかこう踏ん張れる力がついてきてるのかなっていう、そんな感じですね、はい。そんな酒井選手ですが、ここまでやってこられたのは弟でもあり、センターを守る2年酒井玲斗選手の存在がありました。一番自分の中で大きい存在です。小さい頃にソフトボールを始めたという酒井春久選手。一つ下の弟玲斗選手も兄の背中を追ってソフトボールを始め、高校までずっと兄弟二人で一緒にプレーしてきました。二人の小さい頃からの夢は兄弟で甲子園に立つこと。その夢は21世紀枠での春の選抜出場で叶うこと。まあ、二人で立てるということは思ってもいなかったので、すごい、まあ、二人にとっても大きい経験だったと思うし、自分も弟と一緒に立てて嬉しいという気持ちでいっぱいでした。お兄ちゃんと一緒に甲子園に立ちたいなっていうのは昔から思っていて、でそれがこう叶ったっていうのは自分の中ですごい大きな財産になったかなって思ってます。互いを思いやる仲のいい兄弟も野球では対等な関係へと変わります。どっちが兄貴だか分かんないようなそんな感じなんで、でまあ、弟に言われれば兄貴は謙虚に入ってございますから、まあ、その辺はあの野球に、置き換えてもまあいい感じなんじゃないですかね。センターからマウンドの春久選手に積極的に声をかけるという玲斗選手。兄弟だからこそはっきりとアドバイスを送ります。やっぱり自分はその甘い言葉をかけるのがあまり苦手なので、やっぱりその厳しく、さっきの球甘かったぞとか、もっとこうしろっていうのをセンターから言ってます。物おじしない性格の弟、そのことが野球にも生きていると兄の春久選手は感じています。我が強いのが印象的で、家でもそのプレーでも、その例えばプレーだったら間のフライとか積極的に、まあ、取りに行ってアウトにしてくれるので、そういう性格がいいなと思ってます、はい。兄弟二人三脚で臨むのは最後となるこの夏。二人の目標はもちろん再び兄弟で甲子園、次なる夢を叶えるため優勝を目指します。